今日の一番の目的はカフェでのんびりできることです。行ってみよう。はい、ということでメロちゃんとエマちゃんと合流しました。いいね、カフェに行ってみよう。よし、じゃあ移動するね。着いたよ。ちょっと拭いてから行こうね。超いい子、もうありえないぐらいに、でもう一点見つめてもう動かない。だから多分本当調子乗らなければめっちゃいい子だよ。びっくりしたもん。いい子。え、一個も上げてないから。本当、うん、肉肉、そんな日もある。そんなね、マリーってさ、動画、映画見たことある？マリー、あ、おバカなマリー、世界一おバカなマリー。それ見た時、それを思い出して、あ、ちょっとポテじゃんって思った。いや、なんか私ポテを買う前におバカなマリーを見て、こんな子になっちゃったら大変と思った。まさしく近いものがあると思って。闘牛みたいな感じだ。そう、ちょっと似てない、うん、ちょっと突進系、あのドッグスクールクビにならなかっただけ。ちょっとポテの方が偉いぞっていう。そう、クビなんだよね、あの子、うん、あとさ、そうそう、思い出したのが、マリなんでマリを思い出かせたの、今日カフェのポテ初めてだなって、うん、さっき言ってた、うん、そういえばあのマリって子は初めてテラス席で食べてこれを持ってっちゃったね。これが私大爆笑して、うん、やりかねない、やりかねない。でもね、ここね、ネジついてんの、ほら、取れないから。あれ、ほら、ほら、ネジ、ほら、ネジ、ちょっと浮くぐらい。半分だから、ガーッとなりそうじゃん。なんか、じゃあ、ワンポテ、じゃあ、そう、マリオも見て、あ、ちょっとポテじゃんって。ほんと、ほんと。いや、でも、一つ言いたいのは、ちゃんとトレーナーさんも来てて、グループレッスンも、個人レッスンもして、この状態ですから。やっぱね、本当に性格、ね、環境とかね、もう関係ないんだけど。そうだね。聞くたいのよ、誰ここで。オッケーオッケー。いいね。いいね。うん、おしまいだよ。ピーナッツバターのクッキーだね。わ、いいね。初めてだね、ポテ。キネリアンの味がしたよね。オッケー、ポテダウン。Good boy. Stay.Down. 感謝感謝。Down. Down. 最近家買ってんのかな。尻尾がすごい。尻尾がすごい。ピチピチピチ。嬉しいね。あの、ちょっとママたちお話ししてもいいかな、ポテちゃん。そろそろいいかな。構えが綱引きだもんね。そうあの動画笑ったもんね。エマちゃんがさ、メロちゃん守るやつでしょ。あ、ジェントルでお願いします、ポテさん。ジェントルでお願いします。違うよ、もうこうだよ。だからなんか全身をさ、体重かけてさ、兄弟に会ってみたい、ね、兄弟喧嘩すごそうじゃない。超楽しみ、見たい見たいよね。見たい、見ちゃいてほしい。え、あのさ、買ったところにブリーダーさんに言ってみれば、うん、あ、言ってみようかな、うん、私ブリーダーさんから聞いたもんですか、連絡先教えてくださいって、兄弟に会わせたいって言って、連絡してみよう。
エマちゃん、メロちゃん、ありがとう。ありがとね。またね。またね。じゃあね。メシコ。はい、バイバイ。うん、またね。はい、グッバイね。楽しかったね。ありがとね。ママたちが喋れるようにおとなしくしてくれてたね。やっぱいい子だったよ。じゃあ帰ろう。疲れた？よし、着いたよ。